それでは見ていただきたいと思います。リポーターは山下香織さんです。2月18日東京には珍しい大雪が降りました。ジョン・マッキー・エヴァンズさん、イギリス人31歳、オックスフォード大学文学部を卒業後、英国国教会の修道院生活、インドのヨガ研修の後、日本に来てすでに4年半の歳月が経っています。ここ川崎市多摩区での日課のトレーニングは天候に関わりなく毎日行われています。これは何を書いてるんですか？これはトレーニングログ、毎日のトレーニングしてここで全部細かく書いて、それで1日で何時間やって、1週間で何時間やって、それで30時間になれば合格。1週間30時間。これは少しずつ鍛えるの方法、こういう技はボディビルの技、隣の部屋でボディビルのトレーニングして、基本の技がある。今だいたい技は1000か2000ぐらい、そんなにあるんですか？だいたい怪我が多い、今の武道家は怪我が多い、重い使ってゆっくり使うと今度早く技できる、筋肉痛まない、関節平気、昔のサムライはプロだから、みんなこういろいろ鍛えるの方法やった、それでまた筋肉のバランスになる。それでこの先ずっと日本にいらっしゃるんですか？武術の修行したいから、特に刀、そう、刀昔の考えは30年かかる、本当にマスターするわ、手の内とか、刀と体と精神一緒になるは30年かかる、だから50歳になるでしょう、はい。それではエヴァンズさんの修行ぶりをご紹介いたしましょう。はっ、はっ、はっ、茨城県鹿島は武芸発祥の地と言われてきました。塚原木伝で知られる鹿島新刀流は1650年前、仁徳天皇の頃の鹿島の太刀から始まったものとされています。エヴァンズさんは現在表の太刀と呼ばれる最初の12の太刀の段階です。普通免許皆伝になるには生涯をかけた修行が必要とされています。こちらは鹿島新刀流の、64代目のご宗家であられます吉川光一郎先生です。よろしくお願いします。外国人のお弟子さんはエヴァンズさんお一人ですか？イギリス人の方とは縁がありましてね、エヴァンズ君はイギリス人では4人目の方です。どうしてね、この日本の古武道を修練をする気になったのかということを聞いたんですけども、やはりそこにその日本のね、また広く言えば東洋の武というものを通しての、 その東洋の精神的な面、日本人の日本精神というものをこういう点も学び取ろうというのが一つの目的のようでしたね。刀は切ることが原点であるという理念のこの抜刀道は、技術の結果が即座に出ます。全日本抜刀道連盟会長、そして日本でただ一人抜刀道十段をお持ちの中村先生にお話をお伺いいたします。イギリス人であるエヴァンスさんに伝えるということで特に気をつけていらっしゃる点とか、結局ね、武道というものはやっぱり本当の精神面ですからね、やはり心だけでもね、だけどもそれにはやっぱり実際にね、切るの切れないかななんて考えてしまうと結束になっちゃう。だから精神が統一をしてね、スパッとやってしまうというところがね、やはり実際の刀法なんですよ。居合、浄土、剣道を教えるこの研修官は、
都内でも有数な道場で、他の道場の先生もここに来て稽古をつけてもらってるとのことです。礼儀作法も厳しく、他の流派との交流を禁じていることの多い伝統ある古武道ですが、エバンズさんの場合は海外からの熱心な弟子ということで黙認されているようです。こちらは、居合道の最上級の位であります、藩士9段、そして剣道7段、そして浄土7段、そして元 大相撲の、前頭筆頭であられます段関先生です。ちょっとお話をお伺いしたいと思います。エバンズさんの修行ぶりはいかがなもんでしょうか。非常に熱心に、もう普通の人の日本人の人の、3倍も4倍も時間をかけてね、やっていますね。でこの頃はそのもう多いんですよ。カナダ、ブラジルね、米国はもちろん、イギリスもだいぶ来てますしね。日本のその良さっていうのはどこなるかということを、この頃は武道でやると。武道でもね、居合でもですよ、新しい居合、古い居合、もっと古い居合、古い方をそのね、求めているんだな。古いものになんかいいものあるんじゃないかと、そういうその考えが十分あるようですね。東京に大雪の降った翌朝、エバンズさんは高尾山で滝行を行いました。密教の行者風師先生のアドバイスで、エバンズさんは日本で武者修行をすることを決めました。仏教の中の秘境密教は、その優れた実証主義から昔の侍の武術と深く結びついていたようです。この滝行は、滝に打たれることによって罪を洗い流し、水圧により体を刺激して眠っている能力を呼び出すという意味があるそうです。滝行の後の護摩行、密教の行の目的の一つに体を作り技術を磨くということがあります。少しお話をお伺いします。エバンズさんには、具体的にどういうことをお教えになったんでしょうか。まず最初にですね、密教を教えるということは難しいわけですから、それをそのもっと実験的な精神で分かるという段階にして、昔から日本のその、修行者たちというのは、武道のその実験的な精神を取り入れたんですね。だから、修験者の修行とその武道家の修行というのが、近似してくるわけなんですね。それで私の場合もその体作りということを最初しなきゃいけないということもあるので、体作りと密教のその、大体のコツを具体的に分からそうということで、武術から入らしたわけです。最初の 2,3 年は全然その進歩がなかったんですね。それがその真剣を振り出した頃にですね、目の力というのが できたんですね。結局真剣が危ない道具だから、注意力が喚起されるわけですね。それで急に技術が上がってきました。